よう。ちょっと待ってね。ちょっと昨日焼いたパンどうなったかな。開け忘れてたから。まだちょっと生ぬるいかな。もう熱くないよ、さっちゃん。ね。どうかな。どうかな。さっちゃんの朝ごはん待ってね。このパン切ってみるから。よいしょ。落ちてこない。よいしょ。よいしょ。水分が出ちゃってるね。すぐ出せなかったから。このまま薄く切ったからサンドイッチみたいにして食べてもいいかな。さっちゃん、ごめんね。朝ごはん食べに行こうか。おじいちゃんのところで。ね？朝ごはん。行こう。2階行くよ。2階開けてあるから。じゃあおいで。朝ごはん食べましょう。さっちゃん。曲がらない？ちょっと何か見えるの？もうちょっと。何見える？うん、何見えた？お外まだ行かないよ。朝の涼しいうちにお外行きたいかな。ご飯食べてから。さっちゃん。食べない？お腹空いてない？お腹食べちゃったから。お腹空いてない？あれ？じゃあ帰りましょう。お腹空いてない？板戸を開けようとするからね、無理やり。さっちゃん、よいしょ。おはようございます。ね、さっちゃん、昨日は夜におじいちゃんが作った最後の網戸の山から、ちっちゃな山から出ていきました。何時間ぐらい出たかな ?2 時間ぐらい。何時に出たか分かんないから、2、3時間かな。夜のお散歩行ってきたね。楽しかったね。さっちゃん、ね。無事帰ってきたしね。じっと涼んでたんかな、どっかでね。ね。そうよね。お家の中暑いからね。どこへ置いて。おじいちゃん、おはようございます。今日も暑い一日になりそうですけど、怪我しないように、病気しないように、一日元気でいられるように見守ってください。よろしくお願いします、ね、お願いしますって、お願いしますってね。さあ食べましょう。はい。
ましょう。朝ごはん食べましょう。朝ごはん食べましょうね。出るよ。よいしょ。それしかないかな。少ないかな。ちょっと少ないかな。もうちょっと足そうか。全部は多いよね。見ておこうか。よいしごちそうさま。つーちゃん、お水飲まないの？ねえ、お水いらない？